友達のうちはどこは、1987年のイランのドラマ映画。監督は、アッバスキアロスタミ。友達のノートを間違って、家に持ち帰ってしまった少年がノートを返すために、友達の家を探し歩く姿を描いている。舞台は、イラン北部のコケールという村である。小学校のあるクラスで、モハマットレダ・ネマツアレが先生にひどく叱責されている。 宿題をノートではない紙に書いてきたからだ。同じことをもう一度やったら退学だと。学校が終わり、モハマットの隣に座っていたアハマットが家に帰って宿題をやろうとすると、モハマットのノートを持って帰ってきてしまったのだ。これではモハマットは退学になってしまう。返しに行こうとすると、母さんが宿題をやってからじゃないと遊びに行ってはいけないよという。でも、 ノートがないとモハマットは退学なのだ。アハマットの説明を母さんは聞いてくれない。宿題をやろうにも気になって仕方がない。隙を見てアハマットはモハマットのノートを携えて家を出る。隣村のポシュテにモハマットは住んでいる。山あり谷ありの道を越えてポシュテには着いたがモハマットレダネマツァデの家がどこにあるかを知らない。やっと。 モハマットのいとこの家が分かったが、そこで尋ねると、モハマットは、コケール村に行ったという。アハマットは、また、自分の住むコケール村に急いで戻る。コケール村に着くと、おじいさんが、家からタバコを持ってくるように言われて、家に戻るが、タバコがどこにあるかわからない。アハマットはそれどころじゃないのだ。おじいさんの元に戻ってくると、知らない男の人が、 モハマットのノートのページを一枚破り取ってしまう。そのまま男の人はロバでポッシて村の方角に行ってしまう。アハマットはこの人がモハマットの父親ではないかと思って追いかけるが違っていた。物知りの老人にモハマットの家を訪ねてみた。老人はアハマットを連れてある家にたどり着くがモハマットの家はそこではなかった。とうとう真っ暗だ。 憔悴して家に帰ったアハマットはモハマットの分も宿題をやって明日学校で渡すことにした翌朝の小学校アハマットはまだ来ない授業が始まり先生が宿題をやったか子供たちの席を回っているアハマットがやっと教室に入ってきたアハマットはモハマットのノートをやっと返すことができた先生がモハマットのノートを調べる 宿題は、アハマットがやってある。先生は、よくできましたというのであった。舞台になったのは、カスピ海近辺にあるコケールとポシテの隣り合った村で、ある。職業俳優を使わずに撮影をした。本作に始まるコケールを舞台にした。そして人生は続く、オリーブの林を抜けての3作を、コケールトリロジーと呼ぶ。主演した。 職業俳優ではない子役ババクアハマットプールは、オリーブの林を抜けてにも出演している。1987年、イランの首都テヘランで開催された、ファジル国際映画祭で最優秀監督賞を、キアロス・タミが受賞。本作は審査員特別賞を受賞した。1989年のロカルノ国際映画祭では、キアロス・タミが本作で、同票賞。 フィプリスイ賞特別賞、エキメリック審査員賞特別賞を受賞した。日本では、1993年10月23日に公開され、同年度のキネマ順報ベスト10で、第8位となった。2005年、英国映画協会が選んだ、14歳までに見て、沖退50の映画の5位にランクインした。キアロスタミが、オズヤスジローの大ファンと公言したことで、 オズの国際的な影響はこの映画で決定的となった。ありがとうございます。